私の名前はタコボンド。私はこれまで数々のサバイバルを行ってきました。そして今回訪れたこの島はゴリラ村です。このゴリラ村の人口は約100人。一体このゴリ族はどういったサバイバル技術があるのでしょうか。私はこの村に上陸し、朝、昼、夜の3つのサバイバルを体験したいと思います。サバイバル生活、朝。さあ、上陸しました。早速、朝はね、まずはゴリ族と会ってみましょう。ゴリ族、ここら辺にいるんじゃないかな。なんかすごいことになってるけど。お、ゴリ族だ。ゴリ族？どうしたこれ。これが歓迎の印でしょうか。ああ。突然、戦いをやめて草をむしり始めた。これがゴリ族か。ゴリ族が集まってきてくれました。どうやら歓迎してくれてるみたいですね。彼らは怒らせたらとても危険な種族なので、怒らせないようにこれから生きていこうと思います。まずは村長と挨拶していきましょう。あ、いました。ここに村長のヘネナルのポカーヤです。で、どうやらこの種族の挨拶の仕方は相手を殴ることなので、今回もね、殴っていこうと思います。ちょっとこれ怒らないか怖いんですが、これがこの部族の挨拶の仕方なんで、これは殴っていきましょう。あ、食べてる。全くもって怒ってないようだね。よし、じゃあこの調子で殴っていこう。全くもって怒ってこないね。これはなんだか楽しくなってきた。よし、殴っていこう。いいよいいよ。いやー、やったー。これ、どうしたどうしたのゴリラ。あ、相手ももしかして挨拶してくれてるのかな。挨拶、こっちも挨拶を。わー。ゴリ族と一緒に生活。昼。どうやら夜になる前に食料をゲットしないといけないみたいなのでね、このゴリラについていこう。どうやらこのゴリラが、あ、ゴリ族だね。ゴリ族が罠を仕掛けてくれたみたいなのでね、そこについていってみましょう。さあ、どこに仕掛けたんだ罠は。ついていくというよりこっちがなんか誘導してってるみたいだけど。あ、これでしょうか。挟まってる。どうやらこれを今からゴリ族がどうやって狩るか手本を見せてくれるようなので、見ていこうと思います。さあ、どうやって狩るんだろう。お、向かってった。木をなぎ倒した。罠ごと剥ぎ取ったぞ。どうやらこのゴリ族、槍とか弓とかの武器を一切使わないようだね。挟まった獲物を殴って倒すのか。お、倒した。すごい。これが今晩のご飯になるようだね。これがゴリ族の狩り。罠を仕掛けて挟まった獲物を殴るだけ。簡単なことだ。見た感じバカだと思ってたけど、知的な部族なんだね。さあ、今のを見たところで私もね、やっていきましょう。こっちの方に仕掛けてくれたみたいなんで、あ、仕掛けて、もう捕まってる。よし、やってみるか。さっき見たように武器など一切使わず殴っていこう。これだね。よし、これで倒すぞ。今晩の飯は豚だ。豚を倒す。ちょっとかわいそうだけど、動けない豚を殴るのはかわいそうだけど、これはサバイバル。生き抜くため。逃げるんじゃないぞ。生き抜くため。あれなんだ？ワニに変わってる。豚が豚だったのに。いや、もうやるしかない。今晩の飯はワニでいい。これがゴリ族に教わった捕まえ方ならいけるはず。お、いけるぞ。なんだかんだ殴りでいけるかもしれない。いや、無理だよ。2回も死んじゃったよ、今日。ゴリラと生活。夜。どうやら今夜は、私を歓迎してくれて、取ってきた食料で宴や儀式を行うみたいなのでね。ついていこう。どうやら宴や儀式を行う場所は、あの向こうに見える山でね、行うみたいなので、夜暗くなる前にあそこに向かわないといけないようです。お、ついてきた。怖い。ありがとう、ついてきてくれて。あ、それではね、このゴリラに乗ってその山まで向かっていこう。さあ、行くぞ。みんな、お、ありがとう、ついてきてくれて。歓迎してくれてるね。あ、どうしたみんな。あ、もうみんな先に行ってくれるみたいだね。ここからはどうやら一人で行かないといけないようなのか。あの山まで一人で向かおう。もう先に行くみたいだね、ゴリラは。さあ、あの山が見えてきたよ。あの山の上で何が行われるんだろう。もうみんなついてる頃だろうからね。あとは私だけです。まあでも、ゴリ族と朝からね、もう夕方まで生活してきたけど、だいぶゴリ族になってきたかも。よーし、なんだ？やばい、ここは、早く陸に上がらないと。ここから登れるかな。ここだとダメだ。崖が急すぎて登れない。ここでも登れた。よし、こっからじゃあ上陸。おお、サソリが。ゴリ族だったらね、こういうのはすぐ退治はできると思うけど、私はまだゴリ族ほどの腕力はないんで、こういった生物は下げていこう。でもゴリ族がついてないと心細いな。戦ってる。わ、ここにもなんかいるね。おお、怖い。とりあえず山の頂上まで向かおう。いろんなヤバい生物が住んでるね。この上で儀式を行えるのかな。さあ、この坂を登って、だいぶ暗くなってきたね。星が綺麗。あれ？なんだ？光が見える。もうすでに始まってるのか？儀式が。ゴリ族が、綺麗に円状に並んでるな。待ってくれてたんだね。一人だけなんか出てるから、並んどこう。ちょっと見られてるけど、これがゴリ族の儀式。これから一体何が行われるんだ。さあ、これから一人前のゴリ族になるために儀式を行うみたいです。まず彼がね、手本を見せてくれるようです。お、来た。手本を見せてくれるようだね。どうするんだ？火の上で立つのか。これが一人前のゴリ族になるための最後の儀式。これをやれっていうことだね。怖いんですが、私もやっていきましょう。さあこれで入ります。あれ、ジャンプで、おお入った。これが最後の儀式。いや熱くないぞ、なぜか熱くないぞ。耐えられる気がしてきた。そうか、これまで殴られたり食われたりしてきたけど、体が強くなってきたんだね。そのおかげで耐えられるぞ。みんな見て、耐えてない。その後彼は食われたのかどうかはご想像にお任せします。